思います。災害対策特別委員長新妻秀樹さん。ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、被災者等が自ら令和2年7月豪雨災害関連義援金を使用することができるようにするため、同義援金について差し押さえの禁止等をしようとするものであります。委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。法案に賛成の皆さんの起立を求めます。総員起立と認めます。よって法案は全会一致をもって可決されました。日程第3、労働者協同組合法案衆議院提出を議題といたします。まず委員長の報告を求めます。厚生労働